時計でね、防水100メートル200メートルってあるじゃないですか。それがディープシーって言って3900メートル防水の時計が出たんですよ。で僕それ買っちゃったんですよ。そしたらみんなに3900なんかいけないじゃん。いやそうじゃなくて、そこまで開発したんだというフラッグシップなんだと、技術の。だから F1 と同じだよと、発売されてないけどもそういう技術を持った市販車作ってますよってこと。僕タイタニックに乗ってたとしますよね、タイタニックに乗ってました。で時計落としちゃいました。それをあれ3800メートルなんですよ、タイタニック落ちてるところ。だから僕の時計引き上げてくれれば使えるんです。そういうロマンがあるんです。それをねみんなバカにするわけ。何それっつって、この間それ調べてたらね6000が出てました。